トヨタ自動車の創業者は豊田喜一郎です。喜一郎は偉大な発明家であった父佐吉からものづくりの精神、社会への貢献といった考え方を受け継ぎました。これらは佐吉の死後豊田綱領としてまとめられ、今もトヨタに生き続けています。豊田喜一郎は1894年静岡県湖西市で生まれました。1921年豊田紡織に入社、その後間もなく渡米した喜一郎はそこで見た光景に心を動かされます。いつか日本にも自動車の時代が来る。帰国した喜一郎は食器製作を本業とする傍らで自動車の研究を重ねます。やがて豊田自動食器製作所の片隅に自動車部を発足させます。一番大衆性があると、自動車がね。だから一番初め我々は大衆乗用車を作るということが、まあ、自動車部を作る頃の最初の目標はそれにあったわけですからね。当時の日本には自動車工業を起こせる基盤はなく、国産乗用車にチャレンジすることは無謀だと思われていました。しかし喜一郎の情熱に多くの人々が心を動かされ、彼のもとに集まります。当初は試行錯誤の連続でした。1935年初めて発売したトラックは故障も発生しましたが、喜一郎自らが故障現場まで出向いて謝罪し修理をしていきました。こうしてお客様第一、品質第一の考え方が会社に根付いていくのです。1936年念願のトヨタ AA 型乗用車が誕生。喜一郎らが自らの手でチャレンジした最初の大衆乗用車でした。1937年トヨタ自動車工業株式会社が発足。直ちに衣工場の建設に着手し、翌年11月3日に操業を開始します。販売体制の整備も進められます。ここでも喜一郎の考えが貫かれました。豊田さんのやっぱ熱意ですね、ユーザーにまず儲けてもらいましょう、それからあなた方はその後に儲けてくださいねと、あなた方はユーザーを儲けてからでないと儲けちゃいけませんよという意味のことですね。1941年喜一郎は社長に就任します。戦時下の苦しい時期においても乗用車の開発を続けました。しかし戦後の経営危機、労働争議に際し喜一郎は社長を辞任、新しい経営陣が就任します。さらに販売部門も分離を余儀なくされます。その2年後喜一郎は突然の病に倒れ57歳で急逝。業績が回復し社長復帰が決まった矢先のことでした。喜一郎の夢は後進たちに引き継がれていきます。豊田英治らはアメリカフォード社などの視察を通じて得た知識や経験を車作りに反映させていきます。創意工夫提案制度などによって従業員が自ら考え改善を積み重ねる風土が定着していきました。協力工場とも連携して共に発展していったのです。自力で本格的な国産車を開発する、開発責任者に指名された中村健也は強いリーダーシップのもと車を作り上げていきました。自動車だってね、シェサーがもっと見識を持って俺の車という車を作って、自分の欲しいものを作って、それが当たらんようならお前はシェサーには向いてない。1955年クラウンが発表されます。クラウンは
お客様に受け入れられ、国産車への信頼獲得に大きな役割を果たします。